しまーす。サプルンチ君の久しぶりだな。急に呼び出しちゃってごめんね。何言ってんだよ。俺たち幼馴染だろ。で、なんかあったの？驚かないで聞いてくれ。あ、サプルさん、今日誕生日だろ。急だったからあれだけど、誕生日おめでとう。さあ、どれにする？クレープ？チョコ？おい、サトル！聞いてんのかよ。ありがとう。なんだよ、元気ないな。ごめん。本当に真剣な話なんだ。どうしたんだよ、もったいぶって。実は、魔法使いになったかもしれないんだ。マジで？サトルが？あ、もしかして童貞のまま30歳を迎えたからかもしれない。マジかよ。単なる噂話かと思ったら本当だったんだ。じゃあどんな魔法なんだよ。それがまだはっきりとはわからないんだけど、少し先の未来が見えたり。未来予知か。さっき公園で子供が跳ねられたんだ。で、ちょっと呆然としてたら、ふと前の場面に戻ってさ、それでまた子供が跳ねられそうになって、それを助けたんだよ。予知して子供を救ったってこと？本当に？あ、プレステのさ、デビルメイクライだっけ？あれちょっと見してよ。え、何急に。いいから見してよ。どこにあったっけな。もしかしてボールが飛んでくるのも予知したっていうのか。うん、見えた。自分や周りに降りかかる危険を察知する魔法？未来予知？それって最強じゃん！最強？よくわかんないもん。あのさ、外でその魔法もっと試してみようぜ。いいよいいよ、怖いよ。いや、何言ってんだよ。いいな、魔法。童貞の恩恵だな。もうからかわないでよ。言ってもさ、そう簡単に危険って起こるもんじゃないよな。おい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 、しけたつらしてんなよ。サトルは子供を救った時何か感じなかったか？ちょっと。いただいて本当にありがとうございました。そりゃ少し怖かったけど、救えてよかったって思う。こんな僕でも人の役に立てるんだって。それだよ、それ。ニートのサトルでも人様の役に立てるんだよ。そんな救世主がしょぼくれた顔してっとおかしいだろ。もしこの魔法の力が本当に本当なら、僕の周りの危険だけでも救えたらいいなって思う。童貞のスーパーヒーローか。待てよ。ってことは、サトルと同じ童貞の魔法使いが他にいてもおかしくないよな。ちょっと君。ん？誰だあいつ。今、童貞の魔法使いって言った？は？もしかして、あいつの声？その通り。俺がテレパシーで直接脳に話しかけているんだ。え？どうしたの？サトル、気をつけろ。あいつも魔法使いだ。
敵意はないから安心して。またそいつ捕まえて。その人捕まえて。え？サトル、また予知したのか。サトル気をつけろ。あいつも魔法使いだ。よかったら近くでお茶でもどう？好きって言えないだけど君は愛してるよ。本当だよ、なんで笑う瞬間なかった。こうやって目を見ようと思ったら笑ってる。チャプター12、用意、スタート。持てなかった。用意スタート。ごめんなさい、間が、はい、タイミングが、はい。今夜こそあなたと一つになろうよ。